分二度寝したらちょっと時間やばいんで、ちょっと今すぐ準備します。はい、ちょっと回すの忘れてたんですけど、朝飯です。よし、もう3口ぐらい食っちゃったけど。はい、どうぞ。ご乗車くっす。今回なんですけども、今ね、私山口県の方にいるんですけども、はい、今回僕が出る大会はついに本日行われてございます。はい、前々から言ってたんですけど、この全日本実業団ね、僕がかけている試合でございまして、まあ、今回 400m と 400m ハードルに出場していきます。で、この 400m なんですけど、また 400m、200m ハードルで動画分けるんですけど、今日は1日目の 400m ということで、はい、Vlog 回していきたいと思います。まあ、位置づけとしては、まあ、400m ハードル僕今回49秒狙ってて、そのための予備負荷ではないですけども、まあ、前日の、まあ、1本 TT みたいなノリでね、400m 出るんですけど、まあ、47秒中盤あたりを目標にしつつ、結果特にこだわってないんですけども、さっきね考えたんですよ、僕 400m 全国大会いつぶり、記憶が間違っていなければ高校2年生のあんた18ぶりなんですよ。なんでちょっとこれをね、予備負荷だけに使うのはもったいないなというね、思ってる自分もいるんですけども、まあ、もちろんね、手抜くわけではないんで、あまり清ことなく出れる試合のつもりだったんですけども、まあ、久々の 400m 全国大会ということで少しね張り切っております。なので、はい、まあまあよくば自分の走りができたら PB 出そうですし、はい、頑張っていきたいと思います。そんな感じで競技場向かいます。僕は今回のね、試合会場の維新未来福からスタジアムでございます。思い出としてはあれですよ、僕が高校2年生の時に初めてインターハイを決めた、そこでも中国総体があったんですけど、ギリギリ6番滑り込みで高校2年生で 400m ハードルインターハイ決めた思い出の競技場ですね。結構相性は、まあ、悪くはないかな、まあ、好きですねこの競技場、結構硬くて、はい。ということで、ね、アップ終了したんで、今ね、教習所に向かっております。いやー、去年のインカレをね、思い出してたんですけどもですね、去年のインカレ、あまりにも緊張しすぎたせいでですね、今、全く緊張しないですよね。今から一周走るのね、はいはいみたいな、まあ、そんぐらいはいいんかな、わかんないですけど、まあ、やりたいレースとかあるんで、まあ、それをその通りにこなして明日につなげたいと思います。去年思い返したら、去年今頃超緊張したっすね、懐かしい。ということで、頑張ります。
はい、ということで帰ってきてもあと寝るだけということで今日の総括していきたいと思います。ということで 400m なんですけども 47.8 ということで、まあ、点数で言えば80点ぐらいかな。はい、で、まあ、最近は非常にねこうレースをうまくまとめられてきたなというところが正直な感想でございます。ただ何かこうもうあとなんかちょっとね足りない、爆発的ななんかなんか足りないっていう感じはねまあしてます。まあでも目標、まあ、ちょい下なんですけど、まあまあまあということで、明日の 400m ハードルで49出ればね、もう僕それに向けて、まあ、ちょっと短い期間ですけど1ヶ月間ちゃんと調整してきたんで、ちゃんと49秒ね自分の中で出して、この1ヶ月が無駄じゃなかったなと思えるようにしたいので、はい、これからの試合にも非常に重要になってくるので、まあ、明日手続きを広めて頑張っていきたいと思います。全体15位かな 400m は。まあまず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 、まあ、ちょっと最近 400m ちょっと楽しくなってきたんでね、はい、まあサブ種目でもこれからもしっかり結果出せるように頑張っていきたいと思いますということで、おやすみ。